はい、コナンです。エヴァンゲリオンバトルフィールズ、こちらプレイしていきたいなと思います。やっとですね、始まりました。本当はですね、昨日からね配信開始だったんですけども、なぜか、まあ、アクセス集中ということでサーバーダウンということで、やっとですねメンテが明けてプレイできる状態になりました。もうこれ非常にね楽しみだった。これよりマギの起動を開始します。ダメです、マギアクセス不能、シャットダウンまで5。なんですって、シャットダウンを止めて早く。もうダメです、マギシステム停止しました。直ちに再起動。システムブート開始までどれくらい？わかりません。この状態では数日か数週間か。急いで作業を開始して、もう時間がないわ。しかしこの状況下で、とにかく急いで。はい、マギシステム再起動プロセス開始。各パイロットおよびパイロット候補生は直ちに BF システムのラーニング戦闘準備。マギ再起動開始。再起動開始確認。起動フェーズ1スタート確認。確認了解。さあ始まりました。なんかオープニングいいんじゃないの、スマホ用のね、スマホ用のゲームなんだけど、結構 3D で 3D バトル瞳、これってあれオリジナルキャラか、ゲームの多分オリジナルキャラだよね。フィールドにダメージを与えよう。武器が選択できるハンドガン、ダメージを確認。同じ武器で連続攻撃をするとコンボを発生させることができる。コンボはクリティカル発生率の上昇と次の攻撃までの時間が、引き続き相手を攻撃してください。これエイムとかないのか単性かな。サブマシンガンで攻撃してみよう、威力が強い。なるほど、登場するエヴァによって武器が変わるんだ。次に選択できる武器は左下に表示されていますので、先の行動を予測して戦略を立てよう。単性か、あ、だけどコストってあるよね。コストがなくなった。ここでコストチャージ、下タップ、下タップで、なるほど、コスト数字上がるね。だから戦略的にはこのコストを見ながら、とりあえず攻撃か。お、スナイパーライフル、コストが高い分30って書いてある。なるほど、これがコストか。お、すげえ、一撃じゃないか。コア状態になりダメージを与え続けると破壊できる。全然減らねえ、減らねえぞ、撃ちまくれ。お、サブマシンガン、コアに対する大きなダメージは期待できません。接近戦に持ち込む。バーチャルパッド、ウエストライドで、お、なるほど、なんかナイフみたいなの持ってるぞ。接近戦、お、すげえ、コスト、自動回復とチャージがないと。お、いった。なんかアニメーションは結構綺麗だぞ。これで戦闘終了か。あっけないな、1対1のバトルか。オペレーター、多分これゲームのオリジナルキャラだよね。バトルシステム、バトルフィールズシステム、ここは模擬戦か。戦って
AI にデータを蓄積してあらゆるケースに対応できるように、それからシステムについて、お、アイテム入手、お、エヴァ初号機新劇場版、そして0号機カイシンジレイ、お、いきなりキャラ、そしてバトルモード、バトルフィールズが2対2の戦闘か。ここでバトルスコアが変動してランキング、首都戦、ダメージに応じて作戦ポイントがつく。この2つのモードがプレイできるってことだよね。バトルフィールズ体験してみよう。戦闘で使用する編成を切り替えることができる。マッチ開始をタップしてくれ。さあ、いよいよバトルだぜ。ローディング長えな。アクセスが集中してるのか。戦闘に使えるテクニックについて詳しく説明していこう。結構チュートリアルが丁寧だよね。危ない、早速攻撃を受けました。バーチャルパッドを横方向にスライド。お、走った。これで避けれる。なるほど、リアルタイムバトルか。いいんじゃねえの、このアニメーション。避けろ。走れ。早い。どんだけ走るんだ。ああ、なるほど。走行すると体力がなくなって、走り続けることはできないと。さあ、今度はこっちの番だ。接近戦か。今回はガードを使って相手の攻撃を阻止しよう。お、バリアみたいなのが出た。自分のゲージも回復。なるほど。相手もガードしている。ガードごと攻撃で撃ち抜けるのか。相手がガードしようとしている。強く攻撃で撃ち抜こう。でも全部コスト6だよね。出ないぞ。どうした。タップしてるけど出ないぞ。こんな感じなのか。動かない。どうした。強攻撃いけ。お、いったお、620。そして今度は相手が攻撃か。攻撃は隙が大きいため弱い攻撃で阻止する。弱で、お、いった。ちょろいじゃねえか。接近戦、あと一撃で相手のゲージがゼロになる。おし、もう一発。お、ショットガン撃て。ショットガン、お、いった。2体目のエヴァが現れた。2体、そうか、2対2なんだ。で、属性があるんだ。属性ゲーか、パイロットチェンジか。変わろう。お、また武器が変わった。お、いい感じ。あ、ガードしてみた。ショットガン、お、いった。ちょろいじゃないか。メンテナンス、またメンテナンスかよ。
これよりマギの木